始め。はい、さすらい坊主でございます。今日なんですけれども、ラパヌイの物価めちゃめちゃ高いんですよ。なんて高いんって、めちゃめちゃ高いんですよ。とりあえずね、もう孤島なんで、ほとんどねサンティアゴから輸入してるんですね。ただこの店だけは安いんです。なぜかというと、ラパヌイさんのものをですね使ってるんですね。で、このお店を紹介する前に、どれだけ普通の店が高いのかっていうのを証明するために、これをご覧ください。これをね参考にして見ていきたいと思います。それではやっていきましょう。これ入ってみます。広いですね。リンゴ、これが洋梨、みかん、チリモヤ、キウイ、トマトが1キロ600円。これチョコレートも売ってます。しっかり300円。まあ日本とそんな変わんないかも。物価はそんな日本と変わらないです。150円、150円ですね。ソープ150円、トイレットペーパー1つ大体50、70円ぐらいか。でもかかるか、大学ぐらいですね。調味料、醤油のキッコーマン、ここでも売ってるから、ね、すげえな。100円しか変わんない。150円、550円、日本からしたら安いですよね。550円。お菓子も売ってます。コーラ、お肉もこれで150円、1つ30円か。チーズ大体700、800円ぐらいか。8。はい、ということで、すごい高いというとこなんですけども、タハイの近くに一つだけね、ちっちゃいミニマーケットがあるんですよ。こういった感じのタハイの裏に本当にあって、小道をちょっと行くとあるので、ここに入っていくとこういった店があります。で、ここに入っていくとですね、野菜があります。はい、で、タルタ、これアボカドが普通の店だと7000円ぐらいするんですけど、ここは1500で、めちゃめちゃ安いです。なぜかというと、ここで作ってるからです。ラパヌイで作ってるから。で、これがだいたい2000ですね。2000ペソですね。1キロ2000ペソ。で、これ、ファントコエスタスパパス、ウンケロ、ドスミ。これも2000ですね。2000ペソ、1キロ。ここら辺はサンティアゴから来て、他のは、ここら辺は全部ラパヌイさんなので、だいぶ安いです。お土産ですね。Cuánto cuesta son? Eso es normal. 6000. 6000. O 4000. 4000. Muy bien. Piedra volcánica. Volcánico. De acá. Qué bonito. Entonces voy a comprar esto también. Muchas gracias.